とりあえず釈迦君のダイヤ装備だけ作ろうか。作ってもらっていいか。お、俺のダイヤ、全身ダイヤ装備作ってもらっていいか。全身ダイヤ装備。なんか盾ってやつも俺使ったことないんだけど、盾も使ってもら、作ってもら、使ってもらっていいか。あ、できた。盾はね、俺あんまり好きじゃないから使ってないんだよね。よー、いっとけい。よー。お、早速幸先いいじゃん。なに、なんかある？あそこにさっき見つけたようなやつが。おー、また木材の時代から。あー、やだ。あー、つれー。もう気やだ。わがまま言うなよ。でもなんかここすげえいいとこだよ。マジで？うん、村ないけど、村もあったら海近いし、めっちゃ良さそう。確かに、いいかも。おい、ふにゃふにゃすんじゃねえよ。うーわ、やっぱこの金のツルハシ勝った。勝った。うん、修繕ついてる。おお、修繕ってなんだっけ。な、マックスで治るんだっけ。経験値を獲得すると武器の修理に当たる。へえ。え、じゃあ無限に掘り続けられるってこと？そう、石炭とか見つけたらそのまま取っておいてくれれば。なるほどね。それで俺が回復できる。あっ！え？勝ったこれ。勝ったー！勝ちです。勝ちです。この村でけえ。ほんででけえの。うん。いやー、始まった。これだよ多分俺たちのメインこのために死んだのかもな。そう。ん？やべ、全部棒にしちゃった木。食料も確保できたし。キビもあるな、キビも。キビもあるし、ここ危ねえな、なんか。まあ、じゃあ家あさりからするか。何、電の子みたいなのあるよ。電の子は石切り台だね。どうなるの？鉄鋼職人が生まれる。鉄鋼職人。鉄鋼職人。何それ。そいつがいると経験値獲得できたりする。へえ。うん。石交換して。ああ、でも丸石じゃないといけないから、あれか、丸石じゃダメだから。やばい。こいつめっちゃエメラルド持ってる、このこいつ。え？エメラルドの家あった。チェストの中にめっちゃエメラルド入ってた。エメラルドの家あった。うん。ちなみにここあれだわ、結構もう職人揃ってっからさ。じゃがいももある。うん。職人？職人って何？あの職業ついたやつ。そんなのいるの？うん。つかもう牧場あるよ。牧場あるやん。うん。もう増やそう、今のうちに。俺この牧場を広げるわ。はい、なんて？オッケー。このワールドは死ねないよ、シャカ君。これは死ねない？これは死ねない。かなりの当たり？かなりの当たり。上に。だ、聖地違いもある。聖地違いもある、了解。うん。じゃあもうガチで、マジでやろう。猫もいる。これいい町だ。この町も柵で囲っちゃいたいな、そう、パッパと。ああ、柵で囲ったりするんだ。そうそうそう。へえ、了解。
そしたら、ゾンビとか入ってこないし。確かに。はい、釈迦くん、これ。ん？あ、パンあったよ、俺。9個ある。9個？ほうほう。一応拾っといて。ここはそしたら段差平らにしてえな、この牧場。あ、そんなの後だよ。いや、牧場のよう。牧場を広げてんだよ。開くよ。埋め立ててしよう。埋め立て。これ原木じゃないか。いや、すげえいい。早いよね。うん。そこのスピード感はね、釈迦くんいいんだよな。ここはね。ここは。石を掘る筋はいい。俺たちはなんと石器時代を乗り越えてきたんだろう。ああ、本当だよ。5回目ぐらいじゃねえか。例えば。この村すっげえいい。掘削場もその柵囲った外に作れば、ほう、村人そこ入っていく恐れもないし。はい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 。いいね。あ、いえ。早く松明作んねえと。真っ暗すぎる。俺の画面だとね、見えてるんだけど、多分パソコンだと見えづらいんじゃないか。パソコンじゃない、スマホだと見えづらいんじゃないか。石炭が見つかるまで耐えてくれ。木炭はちょっとめんどくさくて。いや、ネザー本当にチラ見しただけだったな。ああ、本当ね。俺も今日個人の方でチラ見した。あ、本当。うん。そしたら宙に浮いてるやついた。ガスとか。あ、開幕いきなりいた。夜だ。ちょっと待って、ちょっと危ない。夜寝れるよ。寝れる？寝れるよ。オッケー、じゃあベッド入ったわ。オッケー。おいどけ、おら寝た。
見に来たね。ああ、何やってんのかな。いきなりさ、階段から上がってきてさ、クリーパー。クリーパー？ああ。危うくドンよ。いやーこれ先鉄装備か。鉄装備って、いやもうちょっと俺探索してみるか周り。ああ俺ロビン君の分の鉄も集めとく。おお、あーやばこのワールド。いやー俺ここのワールドが良かった。ぶねー、ここ。え？警告あるわ。いや、ここのワールドすげー。隣砂漠だよ。だマジで？うん。砂漠って何がいいの？砂漠は、まあ、砂無限に手に入るからいいよね。ああ、そっか、砂は普通はないもんな。やっぱここ。
かロビン君スポナーがあるらしい。どうやら。え、なんで岩のりあった？いや岩のりがあったわけじゃないんだけど、 スポナーがあるって伝えた方がいいって。なんでなんだろう、なんで分かったんだろう、スポナーがあるって。でもないよって言ってる人もいる。ワカサギだ。なんか今俺ゾンビ5匹ぐらい、4匹か5匹ぐらいに追っかけられたんだけど、なんかみんなありそうな気がしてきたって、さっきないって言ってた人たちが言い始めた。ゾンビ5匹大丈夫で。大丈夫か。うん、ないない。どうせ真っ暗なところで作業でもしてたんでしょ。まあ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 。夜だから寝てもらっていいですか。OK。 あ、すげえ。これどうやって入んの俺。え、どっかぶっ壊して入ってくんね。おい、斧今持ってねえ俺。ほら、手掘り出た。寝ました。いい。作ったな。おお、死なねえために鉄の装備作ったわ、先んじて。ダメだ、鉄装備しても死ぬんだから。しゃがてか、さっき思ったんだけどさ、ああ鉄より金の方が弱いの？弱いよ。あ、弱いんだ。まあ金柔らけえしな。やべ、エンダーマンいる。まあでもか、シャベルとかだったら金が一番強いかな、確か。ああ、なんかめっちゃ早いよね。うん、うん、すぐ壊れる。うわっ、大丈夫大丈夫。もう俺動じなくなってきたから
なんかめっちゃエンダーマンいるんだけど、何？エンダーチ。エンダーチ。めちゃくちゃ空間あるな。やべえ、でけえ、ここ。どんな感じ今、こっちが来てな、今どんな感じ、何やってっかわかんねえしよ。俺アナホリ白村囲ってるけど、えらいな。あとちょいって感じだな。いい列車じゃねえかっていうか、え、なになに、なんだどんな感じ、息切れしてんじゃねえかよ。マジ緊張感がえぐくてよ、シャレにならんのですわ。スタミナがね、とりあえずまあ鉄一式装備は作ったから防具。おうおう、まあ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 。俺の分はまだまだちょっと間に合ってないっす、すいません。おう、そっか、まだちょっと自分の命守るので精一杯で。うん、よしよし、
タカくん、はい、夜だよ。了解。寝まーす。すげえ、完璧に囲われてる。これ村人のさ、あ、ベッド盗んでいい？あ、いいよ別に。オッケー。そしたらどこでも寝れんだよ。ちなみにジャガイモも拾ってる。おお、芋ジャガ。芋じゃがとリンゴ。芋じゃが五輪。うん？芋じゃが五輪。で、た。じゃがもこれあれだよね。増殖した方がいいよね。ジャガはね、俺そうでもない、あんまり使ってないんだよね。ああ、なるほどね。なんか調理しないといけないから。ああ、焼くんだっけ？いや、なんか、何すんだっけ？あ、焼くかな。一丁前に焼かねえと食えねえから。とりあえず、ま、11まで開通しました。おお、仕事早いな。死ぬのも早いけどな。うん、死ぬのも早いよ。いつかって言わなかっただけで。なんか欲しいものある？俺も地下潜ろうかな、そろそろ。ね、まあダイヤとあと鉄がまだ足りてない。ああ、で、ある分はね、今上に置いてあるよ、多分。置けてるかな、置けてるかどうかわかんないけど。大丈夫かな。一応俺も結構取った。オッケーオッケー。ああ、そうだ、石炭。あ、食料がちょっとあれかもな。あ、石炭はね、まだ俺もそんなに取れてない。じゃあ石炭取りに行かねえと、これ。そうだね。村の中。行き止まり早いなあ、ここ。上から溶岩降ってきた。え、あ、マイクロ落ちた。大丈夫か俺。死んでねえよ。ああ、多分死なねえんじゃねえか。やばいタイミングで落ちたぞ俺。あぶねー。
石炭探しに来ましたわ。うえ。鉄も何もなかったわっていうか。まさか。あ、俺が手持ちに5個持ってる。あ。危ねえな、ここ。ここが11か？あ、11、11。入り口のところにさ、うん、またなんか設備作るか。そうだね。よいしょ。ここでもいいけどね。石とかあるでしょ、きっと。ああ、ある。石もろっていい。ああ、はいはいはい。はい。39個しかない。全然ねえじゃねえか。石が欲しくなるとはな。うわうわうわ、やばいやばいやばい、やばい、あ、俺これ痛めよ、あぶね、ちょちょちょ、まっつけると生きてんのか。スケさん消えた。いて。やべ。あぶね。あ、エンダーマンいる。エンダーマンが近えな。エンダーマン近っ、真横いるやん。めっちゃ近い。やべ、まあいいや。ロビン君これを使ってくれ。バケツ欲しいわ。俺も鉄欲しいわ。かまどって作れますか？いいよ、ちょっと待ってね。
ノブ君とりあえず鶴橋。ありがとう。哲也君は。全然席取んねえじゃん。そうなんだよ。そこに入れてるのがマックス、かまどの中に。なるほど。後ろに捨てた。ゴミを添えて。ゴミたくさん落としてもらったわ。早く鉄装備だけでも作っとかないと。大変だよな。うん、なんもできねえや。よし。ロビン君、鉄え後ろ捨てた。いいよ。それで多分だいぶさっき渡した分も焼いたらめちゃめちゃ。俺も9個ぐらい見つけたからさっき。ああいい装備できるべ。寝てもらっていいっすか。うん、寝てもらっていいですか、一応。あー、オッケー。はい、よし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 。よく夜になったとかわからない。あー、ベッド置いてあれしただけ。確かめてる。うん、すげえなー。ハードコア極めてるな。まあ、やっぱ死ねないじゃないですか、そう簡単に。一人でやってるわけじゃないからさ、シャカ君。せやね。そうだね。意外て。お、来たわね。ダイヤさん。ダイヤ出たの？ダイヤ来た。ダイヤ出た時にそのリアクションはもはや。死んでるじゃん。いや、ちょっとそれよりもさ、うん、上から砂降ってこねえかなとかさ、うん、この先どうなってっかなっていう方がちょっと先行してもうて、うん、ハードコア知るね。うん、お、でかい。あー、え、また見つけた別。わー、これでダイヤ何個だったの？何個だろう。ここと、もう一個奥にあるんだよ。これは 5？ これ5だね。今鶴橋で取ったらやばっ、こうなんか草が溜まってんだけど。俺じゃあ石炭係やろうかな。はいよ。
そうか、金のツルハシで。そうそうそう、永久期間だから。鶴橋なくなりました。あ、あれそう、でかくね。でかい、相当でかい。これ金の鶴橋でも取れるような、ダイヤモンドって取れるんじゃね、わかんない。石の鶴橋だから多分取れない。まあいや、取るわ。あ、本当に大丈夫。あれ、鉄、あ、これ石か。うん、鉄焼いてく。あ、潰れた。鉄ゴミン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 。まあまあまあ、しゃあないしゃあないしゃあない。学び学び。あ、え、あ、奥まで取って。ゴミン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 。じゃあ俺は上に行って、ああ、いても勝っておこうかな。了解、適当に。あ、てか鉄のスルハシロビン君に。ああ、はい、まあ俺直近使わないから。サンキュー。まあまあまあ、あれば。ふう。よいし。あげ。1、2、3、4、5。プリンセス、プリンセス。なんだっけそれ。ん？プリンセス、プリンセス。アーティスト。どっから湧いた？あぶね、これどっから湧いた？上か？あ、上から上がってきたんか。大丈夫、釈迦くんがどんだけテンパっても俺タブモニターで釈迦くんの配信開いてるから何が起こったか確認してる。マジか。確認してる。うん、ダイヤ装備作った方がいいっすかね。ああ、射角は作った方がいいと思うよ。そうか。お言葉に甘えるか。地下のチェストに入れとくわ。オッケー。まあ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 、まあ、どのタイミングで。いや、まあダイヤのピッケル使っちゃうか。あ、
ダイヤのピッケル？ダイヤのピッケル。作ったってこと？最初に作った。ああ。防具作る前に作った。いや、でも防具も作った。ああ。それ、足とかじゃねえよな。頭。なんか昨日じゃない、ロビン君が作ってたからさ、頭装備、この間。ああ。うん。頭いいのかなって、やっぱロビン君を真似しようかなって。見て学んだ。ああ。うん。間違ってた。まあ、アーマー作ってほしかったなって。まあね。FPS プレイヤーだからヘッドショット対策は欠かせねえかなと思って、わけのわかんないことまあまあまあ、わあ水だ、渓谷だ、スケさんだ、ダイヤモンドだ。情報が多すぎん大丈夫かな。ちょいちょいちょい、いや大丈夫大丈夫大丈夫、寝るぞっつってんの。え、あー、そっちの寝るね、そっちの寝るね、ごめん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 、俺がなんかあのあれには出会ったからさ、そっちで寝るっつってんのかと思った。オッケーオッケーオッケー、あぶねえ。松明を置いてもこれ上から降ってきてるから意味ないっしょ。
ざわり？あ、こだわりっつうか下に溶岩あったらなくなっちゃうから下まで確認して掘ってる。えらい。みんなやんないのかな？やるやる。神経使うわ。鎧って何か使うんだろう。ダイヤ8つ。8つ。ダイヤ結構いるな。石炭ってマックス何個の塊なんだろうな。すげえ固まってるよな。あ、めっちゃでかいよ。なんか20個ぐらいある時あるよね。別のが繋がってるだけなのかなこれ。うん、多分8つの塊と8つの塊が繋がるみたいなのあると思う。君の鉄装備だったら余裕で作れるぐらいは集まったの。鉄はもう俺鉄装備になってるよ。お、強っ。うん、道具系はツルハシとか。まあ今のところ全然大丈夫かな。オッケー。ちゃんと食料とかチェストの中入れてっから。あ、なくなったら取ってもろて。あ、地下の？ありがとう。地下、うん、助かる。ブツブツ交換みたいな。俺もそろそろ帰って鉄やらなんやら入れとかんと。釈迦くんのダイヤ装備一式集めて、俺もダイヤ装備になったらいいな。せやな。ダイヤ装備40個ぐらいいるんだっけ。48合計 でとりあえず24個あると。一人は了解。
鶴橋に幸運つければダイヤ48はすぐ来たな、プププ。あ、すごい。すごいでしょ。おしゃれ。どこに何が入ってるか一発でわかるよ。なんだこれ。あ、なんか回転してる。なるほどね。そういうことね。これ何、食料の中に鉄のヘルメット入ってる。ああ、入れるとこなかったからしょうがない。これさあ、ラピスラズリとかはどこに入れるんです？ここでいいんじゃん。そこで了解。あ、寝てもらっていいですか。あ、はい、ちょっと待って、ね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 、おい。最初にベッドを盗んだのは君だよ。あっまあまあ、何がまあまあで、あれこれ、あー、うん、こっちは丸石オンリーか。で、そうそうそう、丸石以外か。テスト増やしてもいいけど。はい、いや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 。あ、なんかこれ弓やらなんやら骨やらなんやらのチェスト欲しいかも。あ、オッケー。なんやらなんやらのチェストね。お？とりあえずこの中に雑に入れておくと。ありがてえ。俺なんで帰ってきた。あ、そうだ、バケツだ、バケツ。ダイヤ装備まだ作れないよ。ロビン君のお達しで次は鎧を作らなければいけないから。あ、海底あるよ、ロビン君。海に繋がった。え？
えらいところに繋がったね。はあ。繋がってるかも。そのまま奥行ったら確かに、うん、なんかあのマグマブロックだっけ、あった。また海だ。あ、なんちゅう声出してんだよ。え？なんちゅう声出してんだよ今の。変な声出してた。うん。メウ。メウってさ。突き当たりが海です。石炭全然ない。石炭今100個ぐらいあるよ手元。ちょっとちょうだい。いや、はい、松明作りたくて。松明ね。松明薬物はいや、いや、こうなってくるとこうか。また水だよ。なんだこれ。いや俺これ集めに行くの木かな。ねえような気がしてきたな。木。あと4つダイヤがあれば胴体作れるんだわ。3つか。いいね、順調そのものだね。いや、
今日のバロラントショップ何が並んでるかな。今日のバロラントのショップは、うん、一番レアのナイフと、うん、あとなんだっけ、バロラントキャラクターなんちゃらってやつと、うん、あとあれだ、人気のスキンのやつ、なんだっけな、フレンジーのなんだっけな、なんかギャラクティカポップみたいな、はい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 、アカウントごとに違う、あへえ、アカウントごとに違うらしい。知ってるよ。なんだそれ。うん、なんか全部言ってから説明してあげようかなって。きちえ。なんだっけな、あの好きな名前。グリッチポップか。やべ、このままじゃまたピッケル作んなきゃいけない羽目になる。やべ、シャガ君寝てもらっていいですか。はいよー。夜になっちゃった。Thank you. ゴーレムがお風呂使ってんだけど、やめてよ。お風呂とかあんの？水使ってるだけ？そう。しかもなんかモンスターとめっちゃ戦ったのがさ、傷だらけだったわ。へえ、傷つくんだ。うん、そういえばさ、この前、うん、あれ見たんだよ、キングダムの映画。おうおうおおお、うん、若干あれ見た。見たよ。あ、面白いね。割と、うん、思ったよりだった、うん、なんかすげえ全く期待してない状態で見たら割とおもろかった。また急に見たね。そう、なんかワウワウかなんかでやってて、ワウワウ BS だったか忘れたけど、家のテレビ。そうそうそう。テレビ見るんだ。あー、見るね。配信終わった後とか1時間ぐらい。へー、意外やな。最近見るようにしてる。流行についていけなくなるからさ。あー、考え方がおじさんだ。もう あれだろ、キャリーパミピャミだろ。おせえ。今誰だろう。今はあれだよ、あれだろ、夜遊びだろ。ちょっと遅いな。1年前か。
あー、うっせぇわか。それももう古い終わりかけじゃない？なんだろうね。誰だっけな、この間人と話してて、うん、あのうっせぇは聞いてそうな人っていう表現でめっちゃ笑ったんだよ。あ、それでもなんか分かったんだよ。ああ確かに。誰だったかな。流行りの悪口なのかもしれない。悪口なの？ Now でヤングなんじゃないのそれは。まあそうかも、そうとも言うかもしれん。ああ。粗品の替え歌が面白かった。粗品な？粗品。粗品？粗品知らず。いや知ってる知ってる。あ知ってる。右手がかゆい。なんかちょっと違う気がするけど。あれ。最近よくコールオブデューティーの配信してる。ハゲタココットってタイトルで。ハゲタコって言葉の響き面白いね。なんであんな気に入ってるんだろうな、ハゲタコ。うん、モンスターハンター来たね。ここまでやって初めてモンスター倒した。もうダイヤが分かねえよして。多分シャバ君そろそろ死にそうだから気をつけてくれよ。はーい、今までの経験上そろそろタイムリミット。うん、周期チャンスゾーン来てるから。期待度何パー？期待度ね、33パーぐらいは。うん、ぼちぼちあるな。おお。競馬本格的に興味が出ちゃってさ。はあ。この前やっぱ負けてるね人たちがいっぱいいるから周り。誰かロビン君の配信だったかな、開いた時に文字起こししてる人いてさ、それ見てマジおもろかったわ、うん、俺。え、何それ。ダノンザキッド、なんだっけ、惨敗骨折。なんだよそれ。その後なんだっけ、俺の開幕落馬って書いてあった。何それ。なんか俺が呪われてるっていう話をコメントでしてて、うん、落馬さん誰だっけ。全然知らねえ。あ、バスラットレオンか。で俺がかけた馬の名前が、うん、バスラットレオンとダノンザキットなんだけど、はいはいはい。で俺がかけたなんだっけ、うん、ダノンザキッドは惨敗した後骨折したし、うん、その後に俺がかけたバスラットレオンは開幕落馬でしょ。でそれで呪われてるって書いてあったんだけど、そこにこの間追加された。そうだし、開幕クソもらしてた。クソだし。やばい、やめてもらっていいもん。ゲートインする前めっちゃボロボロボロうんこ落としてた。ああモンキーの配信見てて、もうめちゃめちゃ笑ったもんな。ほだしうんちブリブリで笑ったっつった。うんちブリブリとか言うな。
いやーダービーなー、どうしような、バスラットレオンとダノ、違う、ダノンザキットだ、ダノンザキット出ると思ってたから俺かけようと思ってたのに、あいつ骨折しやがった。たくんはなんか死神だね、ほんとに心配だわ。シャカくんのかける馬とは絶対一緒になりたくないわタルコフまで寝ない？え、今日タルコフあんの？タルコフあんの？びっくりした。聞いてないけど。うん、俺も聞いてなかった。夜になる、夜にかける。お、お、知ってるよ俺。夜かけね。略す文化に慣れてないおじさんの反応出てるな。そんな略し方すんの？夜しかと夜かけ。略す文化慣れてるよ。ちょぶちょばだろ、ちょぶちょば。チョブチョバ？ああ。なんだそれ。チョブルチョバット。知らねえ。チョベリバみたいなもんだよ。ああ。うん、せやな。今日おじさんみたいに言うけど、君も今年30だろ。そうだね。ああ。だんだんな。しばらくシャカ君の姿見てねえけど死んでねえよな。ああ大丈夫大丈夫大丈夫前からの話ね。そう、もうベッド入ってます。私はい、地下だから分かんなくて。俺も地下松明灯しておこうかな。そうしたらていうか今のダイヤ何個あった？8個あったんじゃないか。まあただダイヤあったんか。おう、いやでも久しぶりだよ。8個もダイヤあったんかよ。うめえじゃねえか。うめえ。これどういう風に掘ってやるよな。あ、めちゃめちゃ穴開いてるから。ああもう今な、俺が左側に掘り始めてるから左側の方がいいんじゃないかな。右ってなんか警告ない？なんかね。うん、俺もインベントリー埋まったし帰るか。左側に掘り進んでるシャカ君が一生見えない。ダービーで俺がこの間かけたの、違うダービーじゃねえ、なんだっけあれ、秋華賞かなんかで俺がかけた今なんだったっけな。秋華賞じゃねえ、なんだっけな、菊花賞か。名前見ねえと思い出せねえ。ヒカマキ、あれなんだっけな、俺が一番最初に競馬でかけたレースなんだったっけな。
あ、サツキショウだ。アイフォーリアか。石炭どこに入れよう。鉄んとこでいいかな。あ、石炭。ああ。レッドストーンとこでいいんだね。うあ、松明ね。原木めっちゃあるね。あ、俺がめちゃめちゃ刈り取ってきたわ。助かりますわ。死んだ？うん、いや、ダイヤ初めて見つけたから。いや、しかもやっつー。やっつー。やっつー。え、どこ掘ってる？なんか脇道。脇道？うん。え、どこだ？あ、結構中途半端なとこまで行ったところ。あ、っていうわけじゃない。ね、中途半端のところから掘ってるけど。ほう。え、なんだこれ、初めて見た。ダイヤモンドここもさあった。え、8つと1つがくっついた。なんだ今の。9初めて見たわ。ちょっと一応あれ出るよ、道。うん。あれ、社格いねえや。拠点今。ああ、うん、一番最初のところいるよ俺。ちょっと待って、俺一番最初のところってました。結構奥目なのか。奥かな。釈迦君がどこ掘ってんのか分かんなくてさ。ああ、俺あのもうあのかまどとかあるところ出て2秒の場所。あ、そうなんだ。めっちゃ遠からしてきてるわ。この辺爆走してきたら。ああ、そうだ、先にダイヤモンド渡して褒美作らしとこうかな。うん。ああ、これは命令です。珍しいこともあるもんだな。
ありがとう。14個どえれえこっちゃ。14挙ね。ありがとう。おーおい、踏まれたな。ダイヤのピッケル作っていい？いいよ。サンキュー。じゃあ俺、サトウキビと牛育てようかな。え？え？何？何？っきり俺のダイヤ見つけてくれんのかなって思ってた。ああ、そっか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 。ガチガチになったからさ。せやな。いや、エンチャントできた方がいいかなって思って。ああ、もうそんなもん後だ。あ、そんなもん後か。そっか。なんでゴリゴリのダイヤ飛びで牛育てようとしてんだよ。いや、さっき外で死んだからさ。こっちの方がいいか。牛育ててこようかな。可能性あるな。穴掘り飽きてる可能性ある。いやいやいや、俺穴掘りは一生できるよ。ああ大丈夫。ディアか。眠たい BGM 来た。ネムビーだね。
おい、ダイヤは一個もねえぞ。日頃の行いかなぁ。うん。しばらく石以外のものを見ていない気がする。今手持ちにダイヤある？ゼロ。さっきピッケルで全部使ったか。Yes。穴開いとるな。こんなんじゃ俺死ぬ要素ねえよ。なんで死にたがってんの？ああ？なんで死にたがってんの？じゃあまあ、はい、あれしてもいいっすよ。ん？牛育てに行ってても。牛育てに行く。うん。ああ、いやいや、全然。牛育てつつ、ロビン君が鉄装備のままじゃ死んじまうからよ。そうだな。すまねえな。マグマの音がする。まあ、今死ぬ要素っつったらマグマダイブぐらいか。せやな。すげえ、マグマが上から降ってきてる。やっべ、
あ、ロビン君行動見つけた。行動見つけた？行動見つけた。行く？ちょっと。行こうぜ行こうぜ行こうぜ。ああ、いや俺弓も持ってねえし剣も持ってねえから作ってから行くわ。オッケー、俺も弓も持ってねえ。俺も一回帰る。さっきのところ集合しよう。うん、結構シャガ君頼りみたいなところある。まあまあ任してくださいよ、うん、信用しきってない人の声出てたな。だって俺たち行動廃校3回目かな今回で見つけたの。うん、漏れなく死んでるからね。死んだっけ行動で。廃校で1回俺死んで、あ、そうか、2回目は全く別のところで死んでみたいな。廃校に行くんだったらあれかな、ちょっとブロック持ってった方がいいかな。いや気持ち程度にこれ。掘りすぎだろう。いつになったら帰り着くんだよ俺。やっと着いた。あね、解禁すっか。はい。お、いよいよ解禁。一応ね。どうやってこれ盾構えるの？あ、これか。本当に死にたくないという気持ちが伝わってくるの。この人マジだっていう空気。ちょっと待って、飲み物取ってくるわ。いいよ。ちょっと、あれ動かなくなっちゃった。全角入力やったな、俺これ。ちょ、俺もトイレ行ってこい。あー、治った。これ死なねえかな、大丈夫かな。